はい、今回久しぶりにね、アークザ・ダット・アールのね、まあ、ガチャやっていこうかなと思います。まあ、アーク・アールに関しては、まあ、自分のペースでコツコツとね、遊ばせてもらってるんですけれども、まあ、今回ちょっとね、アークザ・ダット 3、アークザ・ダット3、19周年記念、うん、すごいなんか中途半端でねじ込んできたなって感じはあるんですけどね、10月だったっけ？もうなんか昔のことなんて覚えてないですけどね、3が。発売した時っていうのは。まあ、それはいいんですが、まあ、このガチャもやろうと思ったのは、一応ね、新キャラはね、星3、星4でも出てくるみたいなんですけどね、前のヌルと違って、覚醒状態出てくるって感じですよね。まあ、精霊石のことだけ考えれば、精霊石大体2000個ぐらいで多分1体覚醒できるのかなと思うんで、まあ、普通に育てた方のが精霊石は少なく済むんですけれど、まあ、やっぱ時間ですよね。やっぱなんだろう、まあ、結構なんか1日以内で作れちゃう方もいるんだけど、僕はまだちょっとねそれだけでは無理なんで、今のところ覚醒5体揃ってるんだけどね、闘技場で勝てる面、自分で勝ちやすいメンバーでやってるんで、まだなんつーの高速周回できる感じではない。それでもまあ40秒から1分ぐらいかな、覚醒石の、クエストをね、1回できるのに。で、まあ、結構何、20秒ぐらいでやられてる方もいるんでね、まだまだなんでね、自分はね。つうことでね、今回ちょっとまあ、時間短縮を狙ってって感じです。ただまあね、ちょっと提供割合見るとね、その覚醒状態で出てくるシェリルとアレクっていうのがね、0.3% っていうことですね。はい。なんで、決して高い確率ではない。そもそも星5がね、3% なんでね、これ自体がそんなに高くないですよね、3% って。なんで非常にまあ、なんつうの、ガチャとしては厳しいガチャなんだけど、まあね、ちょっとやっていこうかと思います。で、自分はね、まあ、プチで課金していく予定ではあるんで、まあ、できる限りね、優勝の方を使っていくっていうか、今回はまあ、1297個あるんで、まあ、優勝精霊石使って2回やって、まあ、普通の精霊石で、3回ぐらいやって、まあ、計50回ぐらいやろうかなとは思います。ということで、まあ、やっていきましょうかね。まあ、なんつうかな。当たればいいなって感じですね。正直、これきついんだよな。星4ぐらいでも出てくれるとありがたいけどね。まあ、星5なら、まあ、覚醒状態が来てくれればなおよし。ああ、いきなり来たか。星4のシリルか。まあ、いいんですけどね。はい。まあ、OK ですね。ちなみに、まあね、よほど何、新キャラをそんなに慌ててない場合は、その、覚醒石が、今の、覚醒石じゃない、全然違う。魂がね、すごい手に入る時のガチャがやっぱいいのかなって自分思ってますね。まあ自分もそんなめっちゃガンガンね、なんつうの、猛スピードでやる予定はないんでね、魂倍増とかのガチャもすごい魅力的ではあるんですよね。まあ、あんな感じですね。まあ、どんどん行きましょうか。で、こっから、1000個使っていくって感じですね。あ、星5か。
まあグエルは星5いますね。うん。うん。いるんですよね、グエルは。100個か。うん、まあ、はい。つうことで、40回目いきましょうか。40回じゃない、4回目ですね。ラーマだって来た時点でちょっときな。ああまあはい、なおですね。はい、持ってるね。うーん、なかなか厳しいね、やっぱり。じゃあまあ5回目いきましょうか。あー、まあ星さんのアレクですね。えらいグエルが出るね。まあそうだね。もう、そうだな、もう一回だけやってみましょうか、せっかくなんで。うん、まあちょっとこれは後悔。まあやっぱストップしておくべきだったね。まあ一応そうだな、アレクとシェリルは回収はできたんでって感じだね。うん、まあなんだろう、現段階でなんかアレクがなんかなんつうの、遺跡のダンジョンとか使えそうな雰囲気は醸し出してますけど、まあちょっとそうです、余裕があれば育てていきたいかなと思います。今自分ちなみにね、要はチョコのところのために、なんだ、トッシュか、トッシュやってなかった、今トッシュとかを育てる最中なので、ちょっと優先順位は少し下がると思いますけどね。まあちょっと地道にコツコツやっていきたいと思います。では